大阪大学トライデンツは大阪大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。2008年大阪大学と大阪外国語大学の統合に伴い、大阪大学ハーキリーズと大阪外国語大学ギャンブラーズが統合して発足。トライデンツとは3つの葉を意味し、ギリシア神話のワタツミポセイドンが使用する三つ股の森のことである。 大阪大学と大阪外国語大学の統合もの、新生大阪大学における、と夜中、着いた、美濃の3カ所のキャンパスを表している。また、プレイヤー、スタッフ、コーチの力を結束させ、敵を撃破するという思いが込められている。1967年に発足し、翌1968年に、関西学生アメリカンフットボール連盟に部リーグに加盟する。 1971年には入れ替え戦で同志社大学ワイルドローバーに圧勝し一部リーグに昇格する。しかし一部5年目に入れ替え戦で同志社大学に敗れ二部リーグに降格する。1984年には8年ぶりに二部リーグ優勝を果たすが代表決定戦にて中京大学に敗退する。翌年百八十五年に二部リーグ全勝優勝し、 入れ替え戦にて、中京大学を下し、9年ぶりの1部リーグに昇格する。しかし、その翌年には入れ替え戦で、高南大学レッドギャングに敗れ再び2部リーグに降格する。その後2000年までに3度2部リーグで優勝するが、いずれも大阪産業大学との入れ替え戦に敗退する。2003年には2部リーグで6位となり3部リーグとの入れ替え戦で敗退し、降格する。 2005年にブリーグに昇格するが、ニブリーグ界に定着する。1975年、大阪外国語大学アメリカンフットボール同好会として創部。翌1976年に、関西学生アメリカンフットボール、連盟神戸大学レーバンズ、龍谷大学シーホース、英知大学、大阪教育大学と共に加盟する。 近畿学生リーグ南部ブロックに参加する。1980年、1981年には近畿学生リーグ南部ブロックで優勝するが、いずれも入れ替え戦で敗退し、2部リーグに残留する。1981年には、加盟大学の増加に伴い3部リーグに降格する。1992年に3部リーグ南部ブロックで優勝し、大阪府立大学との入れ替え戦に勝利し、 二部リーグに昇格する。しかし、1994年に三部リーグに降格し、翌年には二部リーグに昇格するが、その翌年には再び三部リーグに降格する。2008年大阪大学と大阪外国語大学の統合に伴い、ハーキリーズとギャンブラーズも統合し、トライデンツを発足する。その年には、 京都産業大学とのプレーオフを制し8年ぶりの2部リーグ優勝を果たす。しかし、その後現在に至るまで2部リーグ上位に進出するが優勝はできていない。ありがとうございます。